はい、どうもこんにちは、鉄オタチャンネルへようこそ。ということでね、まあ今回もやっていきましょう。今回はね、まあ今ラッシュ時じゃないかな、わかんないけど、蘇我駅に来ております。なんで蘇我駅か言うとね、まあこの後ちょっとしたね、また企画でね、勝浦から出る千葉駅に乗りたくてね、まあ鳴勝を待ってるわけですよ。相手今勝浦へ来るけど、なんで鳴勝待つか、まあただ単にその方がね、なんか楽しいな、まあ、鳴勝待ってるわけですけれども、今ね、勝浦行きが8両で入ってきました。ということでね、まあ、ここでもね、また別の企画をやっていこうと思います。ラッシュ時のね、電車のね、集めるチャレンジということでね、まあね、今ね、6番線5番線のね、集めるチャレンジをしていきたいと思います。まあ、早速電車が来たようなのでね、まあ、撮っていきましょう。ではどうぞ。もう一発目からフルになっちゃったんだよな。ならねえかと思ってこの企画取ったのに、なりやがった。なりやがったとか、まあどうでもいいんだけど。なっちゃんちゃん。ちゃん。ということで次は今度ね、京王線14編成で運転されるね、快速本田行きがね、入ってくるんでね。言ってたらね、俺がね、寝過ごした時にたまに乗るね、あれ、外房線入ってきて。この時間で帰ってくるんですよ、みたいな。昨日は鳴勝で寝た、鳴勝見れたん、通過にね。まあ多分そこら、鳴勝入ってくるのにそこら辺に来ると思います。今回ね、あれなんですよ、僕ね、勝浦まで行くんで、後ろ6両乗らなきゃいけないんでね。まあどうせ、あれ停車、ホンダで停車時間あるから、最初鳴門行きの方乗って、ホンダで切り離しとるときにね、まあ、みたいな感じですね。まあこんな感じでですね、今回はね、蘇我駅から乗るっていうことでね、まあ鳴勝は蘇我駅から乗るってことですね。もうね、ニソンさんのテールライトじゃない、全焦灯入ってきてるんだね、見えるんだね。ということでね、まあ今回でね、企画でね、第2回目のね、初メロチャレンジということで、まあやっていきましょう。おかん、本当にきついな俺、鳴勝待つんだよな。だってこれ51分発でしょ、まだ18時の最初の方だよ、きつー。ということで、まあまあこれからね、これで発車をね、待っていきましょう。の前にクソトイレ行きてけどな、こいつを発車を見てからトイレ行こうか。まあまず2本目の外房線です。さっきの勝浦駅、今回本田駅で入ってきました。ということで進めるチャレンジ2回目どうぞ。6番線の内房線ドアが閉まります。ご注意ください。5番線の外房線ドアが閉まります。ご注意ください。というわけで全くなりません。はい、ということで本田行きです。本田行きが発車していくんですが、見てください、ガラッガラ。さっきの勝浦行きに比べたらガラガラ。僕のね、ね、勝浦行きのね、鳴勝に乗ってきた、ね、本日も JR 東日本をご利用ください。はい、ということでね、さっきの続きいくよ。鳴勝のね、あれ乗ってきたいう動画をね、見てくれればわかる。あれ、すっげえ混んでて、あれと比べもなんねん、あの車両。当たり前か。阿波鴨川。なんだ、カズさ、一宮阿波鴨川じゃねえ。ということで、向こうにもね、今2番線に外房線が入ってきました。あれ、千葉駅ですね。3号車、9号車。
あ、八の字か。あのね、まあ、最初ね、まあ、俺も予想してなかったね。快速君追記も聞いていただきました。217系での。あいつから全くならねえ。あれならなかった。快速本田行きならなかった。勘弁してくれよ。まあ、それがね、面白いんだけどね。これでね、1本、2、3、3本目。今3本、チャレンジしている状態です。さあ、この後のね、あれで、決まるんですが、まだまだ電車が来ないようなので、一旦ここでね、カットしたいと思います。ということでね、まあ、電車来るまで待っていきましょう。言うてたら来たな、電車な。はやな。あ、京葉線の特急か。はやな。まあいい。次に私を15号さあ一宮行きで、はい、内房線から1本ね千葉行きに来たね、ということで私を15号のね東京行きじゃごめんなさい上総一宮行きをねあの、まあ、収録していきたいと思います。乗車券の他に特急券が必要です。あこれあ257だな255かと思った。あぶねーあんま若潮で255かしらもなく5番線にということで、ね、特急あやっぱいいや勝浦行くのやめた。これでねまあ何本かね見てね収録チャレンジしてねまた別の駅でチャレンジしていこうと思います。まあこれは初メロチャレンジということでまあ一駅目蘇我です。蘇我以外にどこ行こうかな。ご乗車には乗車券の他に特急券が必要です。高輪ゲートウェイ行こっか。高輪ゲートウェイでねまあ初メールチャレンジしていこうかな次はね。はい257です。ということでまあ鳴勝やめてなこの後高輪ゲートウェイ行こうか。 あこれあと京葉線乗ってた方がいいかここまで来ちゃったから。忘れてた。こんそうだ忘れてた。こんなかった。ソガ、ソガ。どうしてもねこれ言っちゃ悪いけどクソガクソガにしか聞こえない。もうクソガ。JR東日本をご利用くださいにしか聞こえない。ありがとうございます。5番線ということで6番線をね多分待ってからしな。8秒です。これ何区？天満つかカズサミナコだね。ま、うん、もなく。6番線に内房線回り普通カズサミナト行きが参ります。カズサミナトだ。危ないですから あんま乗らねえんだなカズサミナト。9号車10号車ということで若潮とねあとカズサミナト行きとってこの企画はね終了ということで、あとは高輪ゲートウェイ TGW にね行こうと思います。いやーこれでね TGW 入れてねっていうかあんなとこにさ、あそこにさ、あれ大丈夫かな。何やってるんだろう。電車鳴らされるぜ、おい。って言いたくなるよね。まあでも、その分、あ、下がった。なんだ、下がるんだ。チェ。電車で、ね、警笛が聞けないじゃないか。まあいい。まあ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 、そんなことはどうでもいいとしてな。な。ということでね、まあね、今来た、あれに乗ってこうと。ごめんなさい、乗ってこうじゃない。収録、これで今日5本すんのかな？収録していこうと思います。まあこれはね、別にまたね、高輪ゲートウェイどうしようかなって感じだね。ご乗車高輪ゲートウェイは、また別格、いや、これと同じ近くでね。JR 東日本をご利用くださいまして、いやありがとうございます。別で出します。まあ今日5本とりあえずゲートウェイ企画があるので、もうあれが5本あるのでなりやがった。フルなった。やっべ、フルなっちまった。やらかした。ごめんなさい皆さん。まあこれも企画に入れて5本、今これ4本目にしましょう。フルなったんで4本目にしましょう。というわけで若潮15号上総一宮行き発車。さすがに若潮かだから15号ということでこいつが発車してきます。ではこいつはねどれぐらい乗車してるのか見ていきましょう。
ああ、まあそこそこ乗ってるよね。まあ。こいつを見ていきましょう。今日はね、鳴るまでどうぞ。6番線の内房線ドアが閉まります。ご注意ください。はい、ということで、まあ、電車発車してきちゃいましたけど、これがね、なんでなんだという。まあまあまあ、乗ってるかな、たくさんになったから。ということで、まあまあ、この後ゲートへ行こうかなと思って、まあ、真っ直ぐ家に帰ろうか、ゲートへ行こうか迷っとる。どうしようか迷ってる。まあでも、とりあえずもうこの企画は今日はここで終了。ということで、まあね。秘密行きです。まあとりあえずこの企画は今日ここまでということで、まあどうでしたでしょうか。この列車は今回ね、まで各駅に停車します。今回ね、収録したのがね、233系1本、209系何本、23本ぐらいかな。ああで217系1本で257 1本かな、な感じでございます。ということでね、まあね、はい、というわけです。ということで今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、まあ、今日もここまで、バイバーイ。本日も鉄オタチャンネルご視聴ありがとうございました。バイバーイ。